皆さんこんにちは、フリースタイルフットボーラーのトミーです。はい、ということで、予防接種1回目受けてきました。はい、ということで、受けてきたんですけど、ちょっとね、そのね、ちょっと感想、まだ受けてない人がね、多分ちらほらね、いると思うので、ちょっとね、実際、ワクチン1回目、まあ、打ってみて、どうなのかなっていうのをね、皆さんにちょっと知ってもらおうかなと思います。で、実際僕、今、打ってね、終わりましたけど、はい、ね、ちょっとね、僕は、文化庁の、去年ですね、補助金を、まあ、受託されまして、でそれでそこの文化庁からですね、職域接種の、メールが来ました。でこの文化を、芸術を、発展させるために動いてる方とかを、パフォーマーだったりとかを、目的に、職域接種が、行いまして、僕は六本木の、国立美術館にですね、行ってきて、予防接種1回目ね、打ちました。ちょっと正直ね、都内にね、まあ、僕東京に住んでるんですけど、23区外なんで、ちょっとね、都内に行くのちょっと久しぶりだったんで、ちょっとね、その間にかかっちゃうんじゃないかなと思いながらね、ちょっとドキドキしながらね、行きましたけど、そう。で、行ったら、まあ、僕1時からだったんですけど、めちゃくちゃ早くスムーズに、打てました。で、1時に、1時前ですね、多分12時半ぐらいに着いて、10分前にその受付の目の前に、ちょっと待機したんですけど、1時になったらみんなずらーって並んで、で、3人ぐらいに、まあ、消毒して、体温を測った後、その予診票を3人ぐらいにね、ちょっとめちゃくちゃ多分確認をね、するために3人ぐらいに見せて、その後、お医者さんに、問診、大丈夫ですかって、病気とかないですかって、聞かれて、で、その後に、普通にもう4つぐらいの、個室があって、そこにね、多分1人ずつ、注射打つ人がいて、でそれで打つんですけど、そこまでに多分10分ぐらいしかかかってなくて、1時に受付して1時10分にもうすぐ打てましたね。すぐで、それでめちゃくちゃ筋肉注射だから、なんか普通にブスって刺して、なんかもうどこでもなんかいいじゃないですか。だからブスって刺して、もうめちゃくちゃ痛いのかなってめちゃくちゃ緊張していったんですけど、一番今までで予防注射打った中で一番痛くなかったです。はい、アルコール消毒しますねって言って、はい、打ちますよって言って、打った今打ったみたいな、本当に、はい、終わりましたって言われて、全然打ったのも刺したのも気づかないぐらい一瞬で終わりました。でもその後問題が、その後で、そこの後にちょっとやっぱアナフィラキシーショックとか、ちょっとアレルギー反応とかをね、多分見るために、そこで15分ね、打った後待たなくちゃいけないんですよ。15分ね、そこで、はい、外出て、はい、椅子に座りました。でそしたらちょっとその3分後ぐらいに、なんかちょっと刺したとこがちょっと痛くなって、ちょっと手がしびれてきたんですよ。ちょっとやべえみたいな、でなんかちょっと冷たくなってきて、でそしたらなんかちょっと危ないのかなと思ったんですけど、でもその5分後ぐらいにちょっと収まってきて、あ、よかったと思って、で帰って、でそれで帰りながらもちょっとやっぱ筋肉痛みたいになるんですね。やっぱね、この刺したところがやっぱちょっとここに心臓があるんじゃないかなっていう感じで、こうドク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 ちょっとしてる感じ、血液が流れてる感じがして、ちょっとやっぱ触ると痛いですね。はい、筋肉注射は。でその後に家帰って、でちょっとやっぱり3時間後ぐらいかに打った後だから、4時ぐらいね、夕方4時ぐらいはちょっと体がだるくなってきたなって感じはして、ちょっとこの後熱出るのかなと思って、そのまま夜もちょっと早く寝ようと思って11時ぐらいに寝て、で起きたら元気でした。はい、全然これ今撮ってるんですけど、普通に予防接種して次の日にこれ動画撮ってます。はい、全然元気です。でも元気だけど、もうちょっと腕上がらない、これ以上今左腕これ以上上がんないですね。はい、やっぱ筋肉がめちゃくちゃ筋肉痛みたいな感じで、もうここを上げると刺したところがズキズキしてて、重いものがちょっとペットボトル500もちょっと痛いなって感じがします。
はい、ね、トイレ行ってちょっとズボン上げるのもめっちゃ痛いんですよだから左手使わないで今生活をしてます。はい、ということで、話にはねちょっと脱線しちゃったんですけどね、まあ僕は副作用があまりなく熱も出ないで、はい、元気に過ごしておりますね。皆さん、まあこれからね、まあ10年後5年後とか10年後とか、まあどうなるかっていうのは分かんないんですけど、まあワクチンね今打っても元気になっておりますね。早くね2回目ね、僕はねあえて1ヶ月後なんで10月にね打たなくちゃいけないんですけど、で早く打って皆さんにね目の前でパフォーマンスね見てもらえるようにまたね頑張っていきたいなと思いますんで、またねそれまでは YouTube や他のね SNS を見て応援の方よろしくお願いいたします。はい、ということでワクチンを打った、感想でした。はい、ね、全然痛くないんで皆さんね安心してワクチンをね打ちに行ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。痛いよー。あー。